ワット・プーカオトーンは、台中部のアユタヤ近郊のプーカオトーンの村落にある仏教寺院内し、高さ50メートル、最長部80から90メートルの仏塔遺跡である。遺跡に登り、周囲のタヤアユタヤの町を見渡すことができる。寺院は、アユタヤ王朝初期の1387年、オーラーアメースワンにより築かれた。1569年、アユタヤを奪取した。 タウングー王朝のオーバインナウンの勝利を記念し、ワット・プーカオトーンの仏教寺院の隣に、モン・ビルマ様式の大きな仏塔が構築され、1587年、アユタヤ独立を回復したナレースワンを記念して、太陽式に改修された。次の2世紀にかけてその仏塔は荒廃していった。オーボーロマコートの統治時代の修復において、1754年、入り組んだ角のある、 正方形に設計された太陽式の新しい仏塔がその遺構の基部の上に建設された。隣接するラーメンスワンの創建による寺院は未だ使用されている。ありがとうございます。